県公立高校の入学試験が今日から始まりました。初日の今日は、県内144の高校でおよそ4万人の受験生が学力検査に臨みました。県教育局によりますと、公立高校全日制の受験者数は39,885人で、平均倍率は志願確定時より0.01ポイント低い1.09倍となりました。 埼玉市南区の県立浦和商業高校では、担当の教員が試験について説明した後、誤教科の試験に臨んでいました。試験では、去年に引き続き新型コロナウイルス対策として原則、マスクの着用を義務付けたほか、密を避けるため1教室あたりの受験生を35人以下としました。 また、新型コロナウイルスに感染したり、濃厚接触者となったりして、今日の学力検査が受けられなかった生徒のために、11日後の来月7日に追検査の日程が設けられています。一部の学校では、明日実技試験や面接が行われ、来月4日に合格者が発表されます。今日行われた5教科の問題と回答は？ この後放送される埼玉県公立高校入試回答速報でお伝えします。